はい、こんにちは。今回はレフリーがストップしないので大事故になりかけた試合を紹介いたします。15歳の時にオリンピックに出場し、アマチュア戦績96勝3敗の戦績を誇ったウィルフレッド・ゴメスは、プロ入り後スーパーバンタム級からスーパーフェザー級までの3階級を制覇し、48戦戦い、44勝、42KO、3敗、1引き分けという驚異的なノックアウト率を残しました。ねじり込むような強打を連打で放つ破壊力のあるパンチはバズーカと恐れられ、デビュー戦こそ引き分けましたが、その後、32戦連続 KO 勝利しました。また、WBC 世界スーパーバンタム級王座に君臨していた時は17度防衛し、17度の防衛すべてを KO 勝利で飾りました。しかも、その17度の防衛の中には、55戦全勝だったカルロス・ファラテや、ロイヤル小林選手、そして、ルペ・ピントールなどの強豪ボクサーたちをノックアウトして17連続 KO 防衛を達成したのでした。ゴメスの功績は数字だけではなく、軽量級に関心を集めたことやジュニア階級への偏見を排除したことなど、多大な影響を与えました。1980年8月、WBC 世界スーパーバンタム級王座の12度目の防衛戦でデリック・ホームズを迎えました。挑戦者ホームズは14勝無敗の戦績で、アマチュア時代に王者ゴメスを KO したことがあり、序盤、自信にあふれ、速いパンチを放ちました。初回から後手に回った王者ゴメスは、第3ラウンドに逆襲に転じ、第3ラウンド終盤と、第4ラウンド開始直後にダウンを奪いました。起き上がった挑戦者に対し、王者ゴメスはサイドステップを刻み、冷静に挑戦者の反撃をかわしながら攻撃を繰り出し、連打を上下に放ち、ダウンを追加しました。レフリーはストップせずに続行させますが、挑戦者は続けるのが嫌なようで、打たれるとすぐにしゃがみ込み、4度目のダウンを喫しました。試合はまだ終わらないのですが、挑戦者はコーナーに追い詰められ、逃げ道を塞がれ、手を出すと右カウンターを決められ、なんとこのラウンド5度目のダウンを喫しました。挑戦者はゴメスの強さに絶望し、試合をやめたいのですが、レフリーに続行を命じられ、挑戦者のホームズは絶望したまま試合を続け、第5ラウンドに突入しました。挑戦者は気を取り直してパンチを振るいますが、パンチを出すたびに王者のカウンターが突き刺さり、一旦ひるむとバズーカの連打が猛威を振るい、この試合7度目のダウンを喫しました。パンチ力が全然違う上、パンチを打ってもカウンターを返されるので、挑戦者はなすすべなく簡単に倒され、トータル8度目のダウンで完全にフェインを放出し、セコンドもタオルを投入し、勝ち目のない挑戦者を救い出しました。WBA 世界スーパーフライ級王者の渡辺二郎選手は WBC 世界スーパーフライ級王者パヤオプーンタラットを破り、実質スーパーフライ級統一王者になりました。次に渡辺選手が目指した野望は、当時まだ日本人ボクサーが成し遂げていない海外での世界王座防衛の成功で、1985年12月、渡辺選手は敵地韓国に乗り込んで、ユン・ソクハンを相手に防衛戦を行いました。王者渡辺選手は、当時25勝 17KO1 敗の戦績で、唯一の敗戦が韓国での試合でした。通常なら勝った試合を判定負けにされた経験があったので、今回の試合は KO しないと勝てないと思い、序盤から KO を狙い、初回いきなり右フックでダウンを奪いました。21歳のユン・ソクハンは回復が早く、第2ラウンドに大声援に押されて反撃をしましたが、世界戦が12度目の渡辺選手は冷静に対処し、強烈な左カウンターでダウンを追加しました。若き挑戦者は起き上がり、反撃を試みましたが、王者はパンチを見切り、カウンターの右フックを軽く合わせ、この試合3度目のダウンを奪いました。今回韓国ボクシング界は渡辺選手から世界王座を奪取するため、キム・チョルホの秘蔵っ子アマエリートのユン・ソクハンをぶつけてきました。渡辺選手を撹乱するため、急遽対戦相手をユン・ソクハンに変更したり、試合のグローブを直前に日本製から韓国製に変更したり、また挑戦者の地元の体育館を会場にするなど、あらゆる手段を使ってお膳立てを行ったので、ダウンを何度奪われてもユン・ソクハンは頑張らなければならなかったのでした。しかし、王者渡辺選手とは圧倒的実力差と経験差があり、第5ラウンドに右フックのカウンターからの連打で、挑戦者は勢いがなくなり、崩れました。再開後、王者の右フックがまたもや顎を捉え、挑戦者はこの試合、なんと5度目のダウンを喫しました。通常なら、とっくに試合を終了するほどダメージがあるのですが、レフリーは、韓国の会場ということもあって、観客による暴動を恐れ、地元選手をストップすることができず、そのまま試合を続行したのですが、6度目のダウンで、挑戦者は意識を失い、レフリーはようやく試合を終焉することができたのでした。第5ラウンド渡辺慶応勝ち。日本チャンピオンとしては史上初海外防衛を達成しました。